どうもサーフゲームの2黒メガネです。今日はですね、ちょっと気になった商品ございまして、一本動画撮らせていただいております。こちら、まあ、サムネ見ていただければね、あれだと思うんですけれども、こちらですね。これわかりますか？これがですね、商品名ポケット蓄光ライト UV LED ブラックライト395、これあれ単位がわからないっていうやつです。こちら、ま、ブラックライトです。ブラックライト、なんでこれを購入したかというとですね、暗いうち、朝まずめですね、暗いうちからエントリーする、その時に日が昇ってくるまでの間に、グロータイプのルアー投げたいなと。その時に、今まではヘッドライトとかスマホのライトで光を当ててたんですけども、物足りないなということで、ちょっとこう、なんですか、ブラックライト、今まで私買ったことないんですけど、どんなもんなのかなということで、ちょっとお試しで、買ってみました。値段が380円です。これ安いでしょ。ということで、ちょっと実際どんなもんなのか、どれだけ違いがあるのかっていうのを試してみたいと思います。はい、今電気を消しました。こちら、パワーシャッドの4インチグローカラーでございます。特に光ってませんね、今現時点でね、光ってません。これにスマホのライトを当てます。じゃあちょっと10秒間当てますか。10秒間、よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、どうですか、どうですか。まあ、発光してますね。発光してるけど、ちょっとね、まあ、ぼんやりしてますね。ぼんやり。はい。じゃあ、ちょっと違うアーム。今、光吸っちゃったからね。光を吸っちゃったから、違う、新品の、こちら。同じく、パワーシャッド4インチのグロー。こちらね。これに、じゃあ今度これ当てます。300何本のブラックライト。いきますよ。10秒当てますよ。10秒。よーい。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい。どうですか？これ全然違うよね。これ全然違うよね。さっきの発光具合と。ちょっと待って、ま、さっきの出すわ。さっきの、ね、今、これ見てください。全然違いますね、これね。これ。もうほとんど発光してない、さっきも。スマホのやつ。ちょっと持続時間があれですね。短いですね。すごい。あ、でもだんだん。あれかな？だんだん消えていくのかな？ちょっとこの手の、グロータイプを発光させるっていうようなやり方あんまりしたことがないんで、私もよくわかんないんだけど。でも違うよね。全然違うよね。さっきのあれと。ほら、ね。
そんなに持続時間はないんでしょうけど、まあ、何回かキャストして、で、蓄光が弱くなったら、こうやって、はい、ピーっつって。ほらほらほら、すごい、これ見て、これ、すごい、すごいよ、これ。ねえ。いや、これ、これはちょっとナイトゲームの頻度が高くなるかもしれんな。ちょっと釣れそうな気がするわ。はい、ということで、こちらですね、小柄ながら実用的なんじゃないかなと思いますね。まあ、Amazon の商品見ていただくとですね、だいたい1000円から3000円とか値段ばらつきがあってですね、まあインターネットじゃない、Amazon のレビューとかもいろいろ見てみますとですね、なんか、当たり外れがあるというか、あれなのかな、日本製のやつってないのかな、なんか、外れ商品をつかまされたみたいなレビューがいろんな商品ね、1000円とか3000円とか、こうピンキリやるみたいですけど、ちょっといまいち、不安だなということで、で、一番安いの買ってみようかということで、一番安いながらもレビューは、結構しっかりしてたんで、好評だったんで、どうだろうということで買ってみました。こちらですね。380円。380円でですね、しかもなんと、こちら、もう一個ついてくると。二つついてくる。二つで380円。ということは、これ一個190円ということですね。非常に、これ190円で売ってんだったら、100円ショップで売れねえのかなっていうね、そういうちょっと思いはありますけれども。二つセットです。で、おまけがついてます。おまけが、まず一つ、こちら。ダーン。これ、なんだかわかります？これこの蓄光の塗料です。蓄光の塗料。これでお試しくださいっていうことですよね。うちの製品を、お試しくださいっていう意味でつけてると思うんですよ。これね、やっぱ商品に自信がないとこういうことできないと思う。商品ページには、俺書いてなかったと思うな。これがついてますっていうのは、ごめんなさいね。ちょっとそこまで細かく見てないけど、こういう、プレゼンをしてくるっていうのは、商品に自信がないと俺はできないと思う。これは非常にね、私、好感を持ちましたね。あ、こういうことするんだっていう、非常に、ね、気遣いというか、自己アピールがすごいなって思いましたね。それと、もう一つ。これドライバー、付属の、プラスドライバーついてきます。これネジ。プラスドライバー、プラスネジ4本で止まってます。で、これ電池交換可能です。電池交換可能。100円ショップで売ってるボタン電池。これ2個使ってます。2個使ってる。これをこう、4箇所外して、電池交換可能です。ただですね、これ。まあ、私が外れを引いただけかもしれないですけど、ドライバーのね、この先端が、生倉です。エッジがしっかりしてないんで、回しづらいです。これはいらん。これはいらん。100円ショップ、まあ、100円ショップでいいから、しっかりしたやつを買った方がいいです。これはいらん。ということで、こちら。ブラックライト。ね、ベスト。フローティングベストのどっかあるでしょ？つけるとこ。ね、カチッとつけていただいて。で、あれがあった方がいいな。シュル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 って、伸縮するやつ。ね、あれつけていただいて、ピッ、ピーっつって、ね。で、投げて。で、あ、光が落ちたなと思ったら、またピーってやれば、一瞬ですから。ね。これで、ナイトゲームやったら最高よ。ね。380円。1個あたり190円。ということで、この動画の下のところ、
概要欄にですね、Amazon の商品ページ貼っておきます。もしよかったら、商品ページ覗いていただいて、興味がありましたらご購入いただければと思います。これ非常に、ちょっとね、最近やっぱナイトゲームにちょっと興味持ち出して、人多いでしょ？日中、朝まずめ、人が多いんですよ、魚釣りブームで。ね、魚釣りブームに漏れなく、サーフゲームも人が多くなって、もう土日の朝まずめなんかもう人すごいから。ね、ということで、人がいない時間帯、ナイトゲームちょっとやってみようかなということで、今回こちら、ブラックライトをご紹介しました。以上、サーフゲームの2黒メガネでした。バイバーイ。